インド茜を中焙煎してコットンを染める方法。茜は草木染めを代表する植物の一つで、染料となる赤い根がその名の由来です。世界には西洋茜、日本茜など温帯から暖帯にかけて50種類以上があります。今回使うインド茜は西洋茜や日本茜に比べて根が太く、赤い色の発色も良いので比較的染めやすい植物染料です。では早速始めましょう。まずは材料です。インド茜が 30g、 焙煎に使うミョウバンが 40g、 そして染めるのはコットンのストールです。今回はスーパーでも手に入るミョウバンを使って染まりにくいコットンを中焙煎の技法で染めます。染色を始める前に染める繊維や布の情報を知っておくことはとても重要です。今回染めるストールは重さは 68g で、素材はコットン 95%、 0.45%、 サイズは約 170cm×55cm でとても薄いカーゼ状です。ちなみに多くの化学繊維は草木染めすることができませんが、樹木由来のセルロースで作られたレーヨンは天然染料でも染めることができます。いよいよ作業です。まずはストールを荷洗いします。これは繊維に付着している汚れや油分、糊を落とすための作業で、これらが残っていると色ムラの原因になります。そこで沸騰したお湯に中性洗剤を入れ荷洗いをします。洗剤は市販のおしゃれ荷洗い用のもので構いません。よくかき混ぜたら火を止め、ストールを入れます。もつれないように注意してください。ヘラや菜箸で生地を広げるように攪拌します。この時生地に傷をつけないよう注意しましょう。ちなみに使用したことのある衣類は皮脂汚れが付着しているので、より丁寧に荷洗いをした方が綺麗に染まります。生地が沈み洗剤が均等に行き渡ったら、蓋をして2時間ほど置いておきます。次に荷洗いを放冷している間にインド茜を煮出して染料を作ります。まずステンレスか放浪の鍋に4リットルの湯を沸かします。草木染めではアルミや銅、鉄の鍋が使えません。火にかけることができるならステンレス製のボウルが便利です。お湯を沸かしている間にインド茜を手で細かくします。長いままでも構いませんが、細かくすることでより濃い染料を作ることができます。手作業が辛い場合はハサミなどを使ってください。鍋のお湯が沸騰直前になり、インド茜も細かくできたら、いよいよ染料を煮出していきます。細かくしたインド茜は不織布でできた排水口ネットなどに入れて煮出すと、取り出す時の作業が楽なのですが、今回はたっぷりのお湯の中で泳がすように煮出したいので直接投入します。少しかき混ぜてから弱火で1時間ほど煮ます。約1時間後インド茜は沈み、真っ赤な染料を抽出することができました。こうなれば火を止め、染料を目の細かなストレーナーでこします。やけどには十分に注意してください。ストレーナーに残ったインド茜も元の鍋に戻し、最初と同じようにして4リットルの水を加えて2番目の染料を煮出します。別の鍋に移した染料はそのまま冷まします。さらに
1時間後、2回目の染料もとてもきれいにできました。2番目の染料も冷まし、これを1番目の染料に加えて合計8リットルの染料にします。アクやゴミは色ムラの原因になります。きれいに取り除きましょう。こうしてできた染料に先ほど煮洗いしたストールを入れて染めていきます。軽く絞ったストールを染料に入れ、絡まったりダマになったりしないよう広げて、ゆっくり温度を上げながら染めていきます。染料を一旦冷ましたのは、薄いストールを染めムラができないように手で広げながら染めたかったからです。ダマになりにくい生地や小さな布の場合、熱い染料に入れることもあります。ウールの場合は一旦冷ました染料から染めてください。ストールの下にできた気泡を内側から外側へ送り出すようにして、全体をムラなく染めていきます。丁寧にゆっくりと行ってください。このように染料が均等に回るようにしてから、さらに温度を少しずつ上げていきます。ゆっくりと温度を上げていき、50度前後で手での攪拌が無理になれば、ターナーなどに持ち替えてさらに温度を上げていきます。その間に焙煎液を作ります。今回はスーパーのお漬物売り場でも売られているミョウガンを使って焙煎します。ちなみに焙煎を簡単に言うと、発色と色止めのための作業です。まずはステンレスのボウルか鍋に4リットルのお湯を用意します。そこへ 40g のミョウガンを入れ、よく溶かします。少し多めなので溶けにくい場合は弱火にかけて完全に溶かしてください。ミョウガンが溶けたら2リットルのお湯を足して計6リットルの焙煎液にします。完全に溶けたら焙煎液の完成です。工程は再び染めている鍋に戻ります。先ほどから徐々に温度を上げ、沸騰直前で約1時間染めたストールを染料から取り出します。これをぬるま湯にあげて軽くすすぎます。染料の方は捨てずにこのまま置いておいてください。ぬるま湯にあげたストールは染めた時と同様に広げるようにしてすすぎます。しかしあくまで軽くすすぐ程度で構いません。すすぎ終えたらこのように軽く絞っておきます。染めたストールを広げ、先ほど作った焙煎液に浸します。これまでと同じように広げるようにして焙煎します。ちなみに白濁していた焙煎液は10分ほどで透明になっており、温度は40度ほどです。このまま40分ほど静置しておきます。約40分後、これをぬるま湯にあげてすすぎます。布を傷つけないように注意してすすぎます。草木染めでコットンは非常に染まりにくい繊維です。とても淡いピンクがお好みならここで完成にしても構いませんが、今回はもう少し濃く染めたいので再び染料に戻す中焙煎という技法を用います。先ほど取り置いていた染料にすすいだストールを広げて入れ、絡まないように注意しながら再び染めていきます。
焙煎後の繊維は急激に染料を吸うので手早く攪拌しましょう。ただし繊維を傷つけてしまうことには注意してください。このまま30分ほど置きます。そして30分後、先ほどと比べると随分濃く染まりました。これをぬるま湯にあげて色が出なくなるまですすぎます。ただし強くすすぐと色ムラの原因になります。お湯を変えながらすすぎを繰り返します。薬品を使わずにとてもいい色を出すことができました。これを陰干しします。広げてみても色ムラなく染まっているので安心しました。これが乾けば完成です。薬品やタンパク質を使わずに染めているので薄いコットンストールの柔らかさや草木染めらしい風合いが損なわれることもなく、とても綺麗に染まりました。同じ方法で西洋茜を染めることもできます。以上が中焙煎によるインド茜の染色方法です。終わりに、染色は人によって方法や考え方が異なります。今回紹介した草木染めの方法もまた一つ屋のオリジナルであることとご理解ください。これからも草木染めの方法をはじめ植物染料やアイテムの情報を発信してまいります。ホームページと合わせ今後ともよろしくお願いいたします。